それでは、シンデレラ君、こちらに。シンデレラ君、おめでとう。シンデレラ君、これを着なさい。おめでとう、シンデレラ君。シンデレラ君、おめでとう。シンデレラ君、ボタンを閉めて。ボタンを閉めて。どういうこと？一度、起立。気をつけ。今回はシエトラが仕事で高校の卒業式に出られなかったとのことで、せめてメンバーで卒業式をしてあげたいなということで準備をしました。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。皆さん到着席ください。はい、どうですかシエトラ、びっくりしましたか？マジで超びっくりしました。そこから入ってきた時に気持ち悪い集団卒業式出たかったってずっと言ってるんですよ。マジ、マジ、いや、絶対喜ぶです。結構ガチめに泣かせたいなと思って、うん、誰よりも熱い男でした。卒業証書授与。じゃあそれでは一組目お願いします。一組目いらんやろ、それは歩き方。大事大事。大事大事。急に、急にな。間違ってた。間違ってた。それではまず、僕、田中翔と桑原拓海と小島滝から卒業証書授与します。ありがとうございます。卒業証書、佐藤重虎。あなたは、とても努力家で、誰より熱い男です。負けず嫌いで、その熱量にいつも勇気づけられています。表には出さないけど、とにかくメンバー思いで、その優しさに救われているよ。いつまでもメンバーにちょっかいをかけるかわいいシゲでいてね。たくさん大変なことがあると思うけど、すべて乗り越えて一生パフォーマンスしよう。はい。本当におめでとう。卒業証書授与。しげ、初めて会った時はアイコン Z 第一章の時だね。第一章の時からすごい仲良くしてくれて、振りも教えてくれたり、同い年みたいに接してくれるしげが関わりやすくて大好きでした。 DJBB でも一緒になれて俺はすごい嬉しかったよ。めちゃくちゃ進化で可愛いシゲが大好きです。卒業おめでとう。コートより。シゲトラと出会ってこのまでずっと一緒だったね。 G ファクション、ヒットマティック、TJBB と3グループとも同じで、本当に今考えても運命共同体なんだなとすごく思います。同い年としてシゲのダンスに対する強い思いやストイックなところがいつもそばで見てて本当に尊敬してます。シゲで卒業おめでとう。すごく知ってるよ。本当に本当におめでとう。かますぞ、ひなた。しげ、卒業おめでとう。いつもしげが絡んでくるの
冷たくしてごめんな。俺にどんだけ冷たくされても食らわずに止まらず絡んできてくれてありがとう。5歳下だけどしっかりしてて強くて熱い男だと思う。ずっとその気持ちを忘れんなよ。いつまでも可愛い後輩でいてくれ。卒業おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。最後とウーロン茶の差がすごいね。おめでとう。ありがとうございます。はい、戻ってください。感動するの。危ない。いやでも本当にあの9人から声が卒業証書をいただけて、すごい卒業式には行けなかったんですけど、新しいというかできない経験をさせていただいて、思い出に残るものがいただけたので本当に嬉しいです。頑張っていきたいです。いやー、本当いいね。はい、それでは最後にここで校長先生による卒業の言葉をいただきたいと思います。お、校長先生、校長先生いるんですか。この方です。どうぞ。鬼塚先生でありましょう。TJ ベグミ。いや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 、シゲトラ、ご卒業おめでとうございます。いやいやいや、おめでとうございます。まあシゲトラは、まあ一番、まあアイコン Z でも悔しい思いをしたメンバーかな、デビューまで。でもね、こうやって素敵な仲間に囲まれて無事卒業されるということで、先生も嬉しく思います。ちょうど、まあ、卒業式に出れないということで、自分の卒業式どんな感じだったかなってこう思い出してみたんですよ。で、俺も卒業式出れたんだけど、その日の夜とかに友達との集まりとかさ、こうまあ、パーティーじゃないけど3年間こう仲良くした友達とね、こういろいろたむろする時間が誘われてたんだけど、3年間サッカーやって選手権終わって卒業するまでの間でダンス始めて、で卒業式の夜に初めてクラブでのショーケースだったんですよ。だからこれは、まあ、第二の人生、神様が応援してくれてんのかななんて思ってたんですけど、まさかのクラブで踊ったショーがもうグダグダで、もう最悪で、もう人生最悪のショーケースだったんですよ。まあその緊張もあったのかな、初めて。で、せっかく卒業式友達とかとこうね、遊んだり思い出作ればよかったかななんてね、こう後悔しそうだったんですけど、でもなんかね、この悔しさをこう後悔に変えたくなくて、いつかねこの悔しさがあったから今の自分があるんだと、こう誇れるように頑張りたいなと思って今があるので、シゲトラもこう両立しながらいろんなことを節制して頑張ってきたと思うんだけども、きっとねその全てが将来に実ると思うし、もうこのみんながねいることが全てなんで、引き続き頑張ってください。ありがとうございます。はい、すご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 い、ご卒業おめでとうございます。いやね、今日お誘いいただいた台本には、シゲトラを泣かすっていう、泣かす、みんなでシゲトラを泣かそうっていう台本だったのよ。おお、誰も泣かそうとしてないの。誰も。いや、なんか、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ感動したんですけど、ちょっとマジで忘れられない思い出になりました。いいね、本当に良かったです。ちょっとガチでうるってきた。来たっしょ。いや、マジで本当に泣きそうだったんですけど、そのびっくりが上回りすぎちゃって、なんか後でこれをこう読み返したり一人で泣いてるかもしれない。じゃあ動画撮ってみて。頑張って。絶対重要なんです。シゲトラが今回、まあ、ご卒業されるということで、なんかすごく
青春時代にこう戻ったような感じもあったんですけども、学問と同時にこのエンターテインメントの世界を目指すということは本当に本人の意思もあったと思うんですけども、何よりそれを理解してね、送り込んでくれたご両親の方々のそういったね温かいサポートがあったから、きっとね、シゲトラも無事卒業もできて、こういろんな人たちに恩返ししていけるようなアーティストに育ってもらえたらなと思いますので、僕もジェットボーイバンガーズのね、11人目のメンバーとして全力で応援していきますので、これからも頑張ってください。11人目めちゃくちゃ強いですね勝手に入っちゃいましたね10人より強い、陰ながら、陰ながらですねジェットボーイバンガーズは10人です、でも陰ながらはい